ということで、ただいまお家に帰ってきました。今日はルセラフィムのポップアップストアで買ったもの紹介、そして開封していきたいなと思います。見ていただいた通り、中では商品を綺麗に飾られていたりとか、もうマジでルセラフィムの確かコンセプトがハイブランドみたいな感じだったと思うんですね。高級ブランドのようなおしゃれな雰囲気を持たせるみたいな、まさにそんな感じで、待ってここはシャネル、ディオールみたいな、めちゃくちゃ雰囲気もあって、もうその空間にいること自体がなんか楽しいみたいな、そんなストアになってましたし、私もね、もう女子ドル応援し続けて10年ぐらい経ちますけど、なんかこんなにもなんかイケイケなお兄さんお姉さんがいっぱい集まるポップアップストアっていうのももう初めてに近い状態で行ったので、すごい斬新な気持ちになりました。ということで、今日買ったものを紹介していきたいと思います。購入品特典でランダムカードがいただけたので、まずはそれからね、開封していきたいと思います。裏返したらね、見えちゃう形になってるので、ちょっと裏返していきたいと思います。せーの、えい、かわいい、待って、チェキ、本物のチェキみたいな、すごくないですか、5人揃ってますけど、これ当たりじゃないみたいな。本物のチェキではないけど、チェキ風なので、これは私の iPhone ケースの裏に入れようかなと思います。ランダム特典って、推しメンが出るか出ないかで結構一喜一憂すると思うんですけど、今回5人組ということでね、もう素晴らしい。やっぱ5人っていいよね。5人ぐらいだったら、なんかランダムでも自分の推しが当たる確率って5分の1だし、さらにこう5人組でね、なんかギュッと集まっても、一つの特典ができちゃったりするじゃないですか。っていう意味では結構本当に私は5人組グループを推していて、自分のプロデュースアイドルも5人組で構成されてるんですけど、本当にいいですよね。しかもルセラってなんか人気のランキングがそんなにないっていうので有名らしいんですよ。なんか結構 K-POP のグループもそうだし、日本のアイドルグループもそうだけど、まあ一応こうなんかいわゆるレートと言われる、こう人気のあること人気のまあこれからだっていう、こういろいろあると思うんですけど、ルセラってマジで横並びらしくって、それぞれがやっぱ全然違う個性を持ってるので、それぞれパワーが強くって、なんか誰が圧倒的に1位みたいなのはないっていう話をね、その K-POP の専門チャンネルの方がねおっしゃってたんで、あーそうなんだって、確かにそうかも、誰が当たっても嬉しいし、一人一人がそれぞれなんかちゃんと仕事持ってるじゃないですか。そういうところもすごいな、ルセラって思うんですよね。そういうのもあってね、5人で集合写真っていうのは一番嬉しいですし、このチェキ風っていうのがまたねレア感あって、お逆には刺さりますよね。ということで、お待たせしました。私が買ったものは何ぞやっていうことでね、ルセラショップって勝手に呼ばせていただくんですけど、ルセラショップ気づいたら散財しちゃうぐらいの金額感で、これオタクあるあるだと思うんですけど、1万から3万円ぐらいの商品でもハイブランドとかだったら、どうしようかな、でもまたお店行きます、今日は検討で、またちょっとまた考えます、こういうの私はよくやっちゃうんですね、結構普段は。だけどなぜかルセラショップは、私やっぱオタクだからかな、なんか気づいたらその何万円みたいな服とかも、普通に何千円の服ぐらいの勢いで、あ、じゃあこれ買いますみたいな感じで入れちゃうのって、オタクあるあるなんですかね、わかんないんですけど、もう私本当になんせ DD なんで、もう一個一個の現場で買う購入品っていうのが本当に貴重っていうか、もうすごい考えないといけないんですね。じゃないともう本当にやりくりやっていけないんで、そう。だけど、今回はこちらの商品を厳選して、買わせていただきました。もう全部欲しかった、全部欲しかったけど、なんか例えば、なんかタンクトップみたいなやつも、なんか黒、白2種類あったりとか、ジャージもいろんな種類があるから、もう待って、全部欲しくなるけん、もう一個も買えみたいな感じになって、私はもう今からの季節で使えて、さらに、かっこいい、なんかファッショナブルだな、これ着ててもあんまりオタク感出ないなっていうものを選んだので、ちょっと皆様にお見せしたいと思います。たらーん、ジャージー LST シャツブラック M って書いてます。私は M サイズにしました。ちょっとね、開けていこうと思うんですけど、私正直これがね一番ね目についた、これがいいと思いました。見てください、ほらかっこよくないですか、なんかトレーナーみたいな、なんか今スポーツっぽい感じのファッションが韓国でめちゃくちゃ流行ってるんですよ、多分それを意識してんのかなみたいな。しかもね、裏面も見てください。こうやって背番号が入っていたりだとか、すごく凝ったデザインで、でもシンプルみたいな。なんせこれの一番いいところは、着心地が良さそうっていうことでですね、ちょっと今から着替えていきたいと思います。せーの、えいということで、今着替えてきました。こんな感じ、どうですか？めっちゃ可愛くないですか？もうテンション上がりまくりなんですけど、ここには、ルセラフィムって書いてて、ここに、
I'm fearless。 私のことですよね。はい、無敵の気持ちで生きております。ルセラフィム様の教えに従って本当に無敵の気持ちで毎日頑張って生きてるんですけど、マジでかっこよくないですかこれ。とってもお気に入りで、しかも私黒い服めっちゃ好きなんですよ。もう黒か白かばっかり着てて、さすがに黒白以外も着ろよって視聴者さんに怒られちゃうぐらい本当にモノトーンが好きなので、軽率に買える金額ではなかったんですけど、でもすごく良かったので着心地も最高ですし、もう最高、もう本当に最高しか出てこない。ルセラのインスタグラムの方でもチェウォン様がこれを着てらっしゃったんですね。だからもうちょっとこれを着てチェウォン様のように強く美しく可愛らしく生きていきたいって思います。はい、ということで、まあオタクのね購入品情報はまあこんな感じなんですけれども、あのとにかくもう一回ぐらいちょっと行きたいな期間中にって思っちゃうぐらいには、ポップアップストアめちゃくちゃ楽しかったし、もうあの場でね、やっぱね、あの時間で、どれしようどれしようって私みたいに悩んだらもったいないので、ぜひ皆さんあの購入品というかその名目がねウェブサイトに載ってますので、そちら先にチェックしてから、あらかじめこれとこれとこれとって選んでから行く方が本当はおすすめかなって思いました。私はもう本当に行き当たりばったりで行って、なんかいいものあったら買おうみたいな感じで行ったんでこれにしちゃったんですけど、でもこれすごくお買い物上手だったかもって思います。だって今からの季節めちゃくちゃ着れますし、なんか普通にこれ着て歩いててもおしゃれじゃないみたいな感じで、でも素材がすごい本当にねジャージの素材で、これ多分トレーニングとかでもこれでいけちゃうんじゃないかなって思います。なのでぜひともね皆様ポップアップストアの方に遊びに行ってみてください。私はルセラ様からの PR 料金などは一つもいただいてないんですが、本当にいいと思ったので自ら動画を回して、行ってまいりました。ぜひね、皆さん行かれた方は感想を教えていただきたいし、行ってみたいなと思った方は高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆様お仕事おつぴぴー。